尾崎さんとか何かあったりします？こうちょっとこう光をっていうか、光ですか？あのカオスでも透明系で、ね、あの僕はあの仕事は不動産なんで、あの、まあ、まさにこうブローカーみたいな、こう、感じ。まあ、僕はそんなあんまやんないんですけど、まあ、そういう人間関係が多いんですけど、あの、あんまりこう、なんかさっき、その、クソどうでもいい仕事が発生するような、そういうこう、組織みたいなのが、あの、仕事柄あんまりな、できにくい。まあ、簡単に言うと、上場させて、その社長になって金儲けるよりも、上場せずに、でっかい土地を密かに転がした方が儲かるんで、皆その一発逆転を狙ってこう動くので、その、あんまりこう有名になるとかって、むしろあんまりいいことじゃないんですよね。その、なんで、その、まあ、特に不動産だと額が大きいんで、一度会社潰しちゃうとしばらく表に出てこれなかったりして、代表やってないんだけど、あの若いやつ引っ張ってきて代表やらせて、後ろでこうあの糸引いてるやつとかって、まあ、結構多い世界なのでまあなんかそうなった時にみんなすごくこうプロジェクト一つ一つに対して結構こう楽しそうにやるんですよね。まあ、それはもちろんお金が儲かるからっていうのもあるんですけど、まあ、ある意味こう一つのこう掛け事みたいな部分でもこうあるし、そのアウトプットがすごく見えやすい業界でもあるんで、まあそれ一個作ったら、あれ俺が作ったんやでみたいな、まあ永遠自慢し続けるんです。まあそのアウトプット自体の質がどうこうは置いといてですね、っていう感じで言うと、なんか逆にその学歴とかそのキャリアみたいなものと無関係な世界である意味こう成り上がれる不動産っていうのは、なんかある意味すごくこう健全というか、まあ、バカでもできるんで、あのそれがすごく、まあ、僕はなんか、まあね、変な人も多いけれども、なんかある意味すごくドライだけれどもプロジェクトになると集まるみたいな、まあ、そういうのはあの結構 あんまり世の中にこう不動産の仕事っていうと、いわゆるこう、ね、街中にある不動産屋さんみたいになるんですけど、まあ、なんかそうじゃない人が意外といて、なんかそういうよくわからなく、なんか、ホクホクとした顔して、なんか謎の、その、金ピカの腕時計をしてるおじさんたちが意外とご機嫌に来てるのは、なんかそういうところがあるのかなと思って、僕は結構、ああいう世界は、結構勉強になったし、ご機嫌だなと思ってます。はい。なるほど。今ね、なんか、こう、聞いてて思ったのが、逆に、インターネットとかと違って、不動産っていうか、建物ってね、誰がやったかとか分かんないじゃないですか。なんか前にこう、あれ俺がやってるって言ってる人いて、あれの何やってるのか言ってないなこの人って思ったことあるんですよ。でもなんかそう言っても分からない物理的なものの面白さってあるなっていうのを聞いて思ったのと、実際の話で昔はなんかこう東京タワーを作ったのに関わったっていう人がね結構多くいたようで、そうしたらかなり棟梁さんとかに多かったっていうのね。なんそのまた不透明な方向ですけど今の不動産の話とかはね、ちょっとこう本の中の雰囲気とすごい尾崎さんの話と近いなと思ったんですけどね。なんかもう一例ぐらいいけるかな、どなたかあります？なんか不動産とかちょっとなんか、あ、いいですか、じゃあ、じゃあ最後大崎さんいいですか、ちょっと80出てますけど、あ、ミュートかな、あ、はい、私もすごいこの著書本を読んでいて、すごい見たことある光景だなっていう感覚が強くて、で私が1年間昔カンボジアっていう国に住んでいたんですね。でカンボジアとかもやっぱりそのようなところがあって、で、途中で、この本やったとき、ジェネリスト戦略、ジェネラリスト戦略みたいなのを小川さんが書かれてたと思うんですよね。不確かな世の中には、なるべくいろんなものに書けるって。で、
やっぱりちょっと逆に最後ちょっと小川さんにお聞きしたいなっていうところでもあるんですけども、この経済的に、まあ、発展途上国っていうふうに分類されてると思うんですが、カンボジアもどんどん経済が上がっていった時、経済が不安定だからこそいろんなものにベットしなきゃいけない、でその中で例えばセックスワーカーが、日本人の、退職して日本から退職金を持ってきたおじいちゃんと結婚してなんかすごい家を建ててくれたみたいな、そういうカンボジアドリームを結構私も何回か聞いたことがあったりとかして、だからそれでこの兄弟は一気に、お金持ちになったと。5人ぐらい兄弟がいて、まあいろんな親戚が来てそこに帰省するようにしてみたいな、だからいろんなところにベッドして、いろんなテーブルにベッドしな、不確かだからしなきゃいけないと。で日本の場合とかだったらそれなりにやっぱりみんないい職にもつけるというか、職が見えてる、可視化されてるんで、いやいやそこにちゃんと今自分が稼げていないこと、経済的に良くないのは自己責任でしょっていうようなこともできたりするのかなと思っていて、なんか経済的にどんどん発展していった時にそれはどうなるのかな。で小川さんが結構触れられていた方というか、接していた方とかもインフォーマルな職業の方が多かったと思うんですけど、その中でやっぱり逆にちゃんとした会社に就職したらそういう性格は変わっていくのかとか、なんかそのあたりとかちょっとすごい気になる、いや、とっても面白い、ありがとうございます。いや、昔はインフォーマルセクターはやがて解消されて、フォーマル化していくだろうと、行商人が露天商になって露天商が商店主になって商店主が会社作ってみたいな、でそういうふうに考えられてきて、でそうすると、まあ、みんな今本当におっしゃったみたいにいろんな副業を持っていろんなところに、人間もいろんな人にかけるし、職収入源も一本化しないでいろんなところにちょっとずつかけとくっていう作戦があったんですけど、でそれはだんだんこうフォーマライズされて一本化していくんじゃないかって言われてたのが、なんかさっき言ったギグワーカーのような感じでむしろますますそうじゃなくなっているっていうところがあって、それはネットでも新しいことができるからもっといろんなことをやれる、でしかも彼らにとってなんかフォーマルな仕事をすることと、つまりこう会社で働くっていうと雇用が保証が得られるっていう安定性がありますよね。でギグワーカーは自由に働けるかもしれないけど不安定だっていう、まあ、イメージなんですけど、でそれを彼らはどっちを選ぶかみたいな話じゃないんですよ。なんかもう安定した会社に勤められたらそれはラッキーなことで、でそれと同時にでもギグワーカーはできるじゃないかと、ちょっとした時間とかでみたいな感じでそれもやるみたいなっていう感じで、こうむしろ収入の一本化をしない作戦はより楽になっているっていう感じで、さらにジェネラリスト化している。ただなんかどっちがいいかっていうのは微妙で、ちょっと長くてごめんなさい、価値創造の話で、今まで日本の製造業とかっていうのはやっぱり連続的な価値創造の世界だったんですよ。バッテリーの耐久を1年上げるとか5年上げるとかっていう積み重ねによって発展してきたんだと思うんですね。でそれがこんなポットでのテクノロジーでガラッと世界が変わってしまうような不安定で不確実な時代に突入すると、ああいうこうちょっとずつ頑張って計画性を上げてなんとかしていくっていうのがなかなか難しい時代にもなっていると。でそうするとなんかむしろこう多産多死っていうか、こうプロトタイプとかとりあえずやってみてでうまくいったものにまあかけてっていう試しにいろいろやっていく世界っていうのがやってくると。でそうすると、まあ、試しにやっても死なないためにはなんか他にもちょっと収入源を置いとくみたいな、 なんかそういう形のイノベーションにもなってるよっていうふうなこと書いてある、深センのですねプロトタイプシティって本があってですね、私の友人が書いてるんですけど、なんかそういうふうなのが両方やってくるんじゃないかなって。でインフォーマル経済の人たちはむしろそのプロトタイプを駆動させて、まあこれがうまくいったあれがうまくいかないみたいなやり方を今とは違った形でテクノロジーとともにやっていくような気がします。なるほど。あ、
ちょっとね、まあ、最後、ね、後半ちょっと8時出てからあれなんですけど、一度磯貝さんに返しましょうかね。いろいろ、あ、声があれかな、またマイクが、あ、聞こえますかね。聞こえますか。はい、聞こえます。ああ、いや、すごい面白い。あ、ちょっとね、音量が小さいかな。音量が小さい。そんなことある。不安定。聞こえにくいですか。あ、うん、近く寄ってもらった方が聞こえます。はい。いや、面白い話がすごい聞けたな。また声が、今日マイクがだいぶ調子悪い。何なんですかね。ああ、戻りました。大丈夫ですか。はい。いや、いや、なんかポイントポイントですごく、なんか面白い話というか、すごい、イベントっていうか、本当の話をやっている意味に近い話をされてたな、出てきたなというのがすごい興味深かったです。他人に期待しすぎてる、それによって自分の首を絞めてるっていうのが、すごい、まあ、コロナの時もそうでしたけど、その前ぐらいから結構、SNS とかで、それがすごい顕在化してしまってるなっていうのが、すごく私も個人的に思っていることで、なんかどう他人に期待せずにというか、まあ他人は他人なんだよってことを許容しながら生きていく生活ってできないのかなみたいなのが、すごく個人的にも思っているところがあって、こういう本土の話っていうところで、人それぞれの考え方を皆さんこうシェアしていって、それをこうなんか否定するのではなく受け止めていこうみたいな、そういうことが大事なんじゃないかなみたいなことをこう川上さんとも話しながら、この企画って進めていたりとかしてるんですけども、それのなんか核心に迫るようなことを結構お話の中でやっぱり出てきていて、すごく面白かったなと思ってます。あとそのブルーシッドジョブの話ですとかその辺もすごく私もちょうど読んでたので、すごい共感できました。本当にブルーシッドジョブ多いなみたいな、なんでこれやってんだろうなみたいな話のことが日々ものすごいやっぱり皆さんあると思うんですけど、やっぱすごいどん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 増えているなというところが、なんか根本的なところをいろいろ考えさせられるなと、とても面白かったです。なるほど。ちょっとね、小川さんと、まあいろいろとこうすごい多岐にね、渡って話してたんですけど、まあまとめるっていうのじゃないんですけど、ちょっとね、その続けて話していければなと思うんですけど、小川さん、なんか僕もちょっとね聞きたいなってことはちょっとあるんですけど、小川さんの方から何かあります？聞きたいこと聞いてください。いや、なんかね、こう割とその続い今までのね話に続く感じでもあると思うんですけど、結構こうそういったね、今日来た皆さん、かなりそのここに書かれてるようなねことを字で言ってる方も多いなっていう感じしてたんですけど、割とこう本の中の人たちもそうだったんですけど、ある種のこう自立度っていうんですかね、皆さん自立してる感じがすごいあるなと思ったんですけど、この自立度合いみたいなのって、こう小川さんから見て、こう日本とタンザニア比べた時に感じることとかあるかなっていうのをちょっと聞きたかったんですけど。そうですね、なんかちょっと表現が難しいかもしれないんですけど、なんていうか、自立してる、彼らはね独立自衛が大好きなんですけど、それはやっぱり雇用されたりしたくないっていうのがあって、あんまりそれはやっぱ彼らが雇用される可能性があるところっていうのが、まあ若干給料が安くて厳しい環境の場合が多いから、まあそういうところの経験を踏まえて嫌だって思ってるっていうのもあるし、あとはなんかどんなにちっちゃい行商人や露天商も私は起業家だと思ってるんですよ。それも起業家だと。でだってなんか自分でもしかしたら一発当てることができるかもしれないし、自分の思ってるようなお金儲けじゃなくて、でも楽しい仕事を作ることができるかもしれないし、でだからそういう起業するっていうハードルが日本ですごく高いのはなんでなんだろうって思うんですよ。みんな起業セミナーとか通って、もうなんか清水の舞台から飛び降りるみたいな勢いでやるっていうイメージじゃないですか。でもタンザニアの人たちってもう本当昨日思いついたみたいな感じでやり始めるんですよね。でどうしてそうなのかって思うと、一つはインフォーマルっていうのがあるからだと思います。なんかちょっと長くてごめんなさい。私の友達がこれ新聞にも書いちゃったんですけど、コロナで
まあ、中国から強制的に戻ってくることになってタンザニアに来た。でももうお店がやばいと、中国と貿易が途絶えちゃってたから、もうこのままだと店が潰れるよと。でそうなった時に彼女が始めたのは、いやでもコロナになったら絶対社会不安が起きるから、警備会社が絶対この話は神さんにはしたけどみんなにしたいっていうあの不安になるかもしれない、警備会社が儲かるに違いないって彼女は思ったんですよね。でその時にじゃあ警備会社作ろうって思っても、いきなりフォーマルで正式な警備会社作るのタンザニアもなかなかハードル高いですよ。でやったのは、あの警備員の正規の警備員の制服を、同じようなやつを近くの仕立て屋さんに、っていうか紺色のシャツにワッペンつけただけなんだけどあのちょっと20着くらい作ってもらって、で SNS で、あの今ちょっと警備来てほしい人、なんかしかも正規の警備会社みたいに1年契約とか半年契約とかじゃなくて、ちょっと2時間だけうち見に来てほしいとか、晩商店見ててほしいみたいな人をすぐ雇うっていうのを、派遣するっていう仕事を SNS で始めると。でかかった費用はだからワッペンつけるだけのお金なんだけどあのっていうのでいきなり始めるんですよ。でもしそれで彼女がその警備会社をやってて、あこれはいいぞって思ったら、そこから徐々に準備していって、ちゃんとフォーマルな企業として登録するみたいな、そのまずはインフォーマルにちっちゃくやってみるっていう、試しにやって、あかんかったら別に20着は諦めるだけっていうあのそういう、こうなんていうのかな、インフォーマルな領域での仕事っていうのがある意味タンザニアがまだできるからなんじゃないかなとは思ってます。あ、なるほど。日本だとこうインフォーマルなのがしにくいというか。そうですね、やっぱね、制度的にどうなのかとか、これはグレーだとか、会計監査受けろとかみたいな話に。なるほどね。そうか、なんか一方でね、あれですけど、あの今のこう小さくね始めるみたいのは、日本でもなんか増えてきてる気はするんですよ。あの取り組み始められるみたいなね。うんうん、で、なんか、もう一個僕がこう、結構印象的だったというか、なんか割とまあカラマを中心になんですけどね、すごいこう、ポジティブというか、なんかこう、本の中にも、あいつ俺のこと多分好きだぜみたいな、その感じね、あんまり僕、こう、日本の周りであんまりいないなというか、あれはどこから来てる感じなのかなっていうのは。いやいや、でもそれって例えばみんなが私に反応を返すっていう義務がない世界ではよくある話で、なんかツイッターで自分がつぶやいたことに期待もしてなかった人がこうライクとか押してくると、あれこの人私のこと結構とか思ったりとかするじゃないですかなんか、まあ、そういうものなんですよ。でそこになんか例えばその世界がツイッターだから、そんな別に自分はあの人が好きだと思ってても、その人がスルーするかもしれないっていうのはほとんどの場合スルーするじゃないですか。その時間見てなかったりとかなんかちょっと違うみたいな、だからそんなこう誰が好きかってあんま関係ないし、で別に帰ってこなくても気にならないし、でも帰ってきたらあれなんかこの人と私意見が合うとか、ここ一緒みたいな感じで嬉しくなったりするみたいなのと多分世界は一緒だと思うんですよね。それをリアルな人間関係でもそういうふうに生きているっていうだけで。なるほど。そう、なんかそのね、その感じって皆さん覚えあると思うんですけど、なんていうんですか、なかなかそれを友達に言ったりしないじゃないですか。そうですね、最近してくるからなんとかさん好きだと思うよみたいな。そこは、どうぞ。いやでもなんかそういうのって別にできるんですよ。で、それがやっぱりこう自分が安心できるその集団だけど付き合っていると、やっぱなんであの人は帰ってこないのかとか。そういう感じになるけれども、もう多様性がたくさんあって流動的で、ある意味社会がカオスだったりすると、まあ、そこで帰ってきたものに何か喜びを感じる。で、なんかでも不確定性とか不確実だからこそ人は喜べるってことっていっぱいあるんですよ。贈与も必ず帰ってくるって分かってたら、それは単なる義務みたいな感じになって楽しくないけど、あげたプレゼントが
自分の時にこんなもの選んで返してくれたのはすっごい嬉しいみたいな、帰ってきたぜみたいな、告白成功じゃないかみたいなのとかは不確定だから喜んでるわけであって、なんか確実な関係ばっかり作るっていう世界の中でその喜びはなくなっていきますよね。なんかね、そのまあね、この回はそんなにこう答えを求めてとかではないんですけど、うん、ちょっとねこう不確実性とかね不確定性に飛び込め的なねこうメッセージが最後出てきたらすごいいいなと思いながら、結構ね時間もそろそろですけど、磯ヶ谷さんどうですかね。その後に、はい、懇親会をマイクがだいぶ小声に、はい、あ戻りました。小声ですか？なんでだろう、今日戻りました。はい、この後に懇親会を用意しておりますので、一旦本編はこの辺で終了させていただけたらなと思っています。今回は、皆さんありがとうございました。